どうでしょうか皆さん、最近のストレッチ状況を教えてください。1回から3回、4回から6回、毎日していない、どうです？ゼロ？あー、ジムでやってます。毎日どの程度？あー、程度でもいいんじゃないですか、自分がこう満足する程度で、うん、ストレッチ、あー気持ち伸びてるなと思ったらそれはストレッチです。私はそうだな、筋トレはストレッチ、筋トレってストレッチじゃない？筋トレってあの自分をこう追い込むじゃないですか、ストレッチってそんな追い込まないですよね。なんかよし伸びる、痛い、伸び、痛気持ちいいぐらいがいいじゃないですか、うん、追い込まないでくださいそんなに。はい、私は1回から3回ぐらいな気がします。あ、一応やってます、でもそんなにあのちゃんとしたものではなくて、私結構この肩の凝りを、うん、改善したくって、最近あのなんだ、肩こりマシーンじゃなくて、あの肩もみ機じゃなくて、凝っちゃってるんじゃなくて、あのあるんですよ、こうもみもみしてくれる機械が、それをこうつけながら、はい、こうやったりしてます。はい、肩甲骨剥がし、そう、肩甲骨も剥がしてますよ、うん、肩こりマシーンなんていうんで、あのすっかりド忘れしちゃいました、ごめんなさい。はい、肩こりマシン、肩こっちゃダメですね、肩もみマシンっていうんですか、はい、そうなんです。なのでそれと一緒に1回から3回ぐらいかな、うーん、私はね先ほど1回から3回かなと、はい、お話ししたんですけれど、よく考えてみたら番組の合間合間で伸びてました。あーってこう伸びてました。はい、結構やってますよね私、無意識に肩甲骨を開こうと頑張っていました。でそれに気づいたので、おそらくこの4回から6回に当てはまるんじゃないかなと、はい、番組入ってる日は絶対やってます。絶対伸びてます。はい、どこまでがストレッチ、うーん、そこね先ほどもあの聞かれたんですけれども、まあ、自分がこう伸びてるなと感じたらそれはストレッチなのではないでしょうかね。はい、気づいたらやるけれど、うん、まあ、そうですよね、こう凝り固まっているなというところは動かしたいですよね。はい、ぜひお答えください。こんにちは、時刻は13時を回りました。ウェザーニュースライブコーヒータイム、引き続き小牧結衣がお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、やられましたね。スタッフさんの罠にかかってしまいました。私って罠にかきやすいんですかね。はい、うっかりしてるとこの5分間のインターバル気を抜けませんね。カメラがこんなにあるんですもんね。ダメだ。はい、皆さんにちょっとね私の休憩の様子を見られてしまいましたね。ストレッチしてましたね。いや、させられたんですよ。違う、今のはさせられたんですよ。スタッフさんに、はい、そういうことで、まあ、そういうことなので、この後ストレッチをしながら皆さんのびのび番組ご覧いただきたいなと思います。はい、ここまで台本、そう、台本通り。なんでおかしいでしょ、おかしい、おかしい。はい、ね。はい。